Unleash the power, let it feed on pain and sorrow. Let it conquer and rule the world. And rise up, break the chain. こんにちは、作曲家ギター師の越原大輔です。さあ、今回の動画はシンセサイザー V 新しい歌声ライブラリ90をレビューしていきます。こちら英語の男性ボーカルでロック系に合うようなのぶとい声のライブラリとなっております。この収録されている歌声の90さんというボーカリストの方は、実は僕はだいぶ昔にゲームの音楽で共演したことがありまして、僕が作った楽曲を何曲か歌っていただいたりとか、一緒にライブさせていただいたりとかという思い出があります。バーチャルではありますが、意外なところで再会をしたということで、どんなサウンドがするのか非常に楽しみであります。はい、それではシンセサイザー V90 さんのライブラリーをロジックのトラックにロードしていきたいと思います。前回の解説動画ではスタンドアローンで起動したのですが、今回はロジックにプラグインモードとして起動していきます。まずはソフトウェア音源のトラックを1個作りまして、インストゥルメントのところに AU 音源ドリームトニックからシンセサイザー V を選択します。で、後々解説するのですが、1トラックでいい場合はステレオでいいかなと思いますが、例えばメインボーカル、コーラス、ハモリとか何トラックか個別に出力が必要な場合はマルチ出力を選びます。これは後から変えることもできますので、とりあえずはじゃあステレオの方を選んでおきます。で、こちらが起動した画面でして、このように DAW と連動しております。ロジックの方を例えばスキップして小節の位置をずらすと、このように追従してくれます。そしてシンセサイザー V の画面を手前に出した状態、選択した状態でスペースキーを押すと、ロジックは再生せずにシンセサイザー V だけを再生することもできます。で、あとはここにこのように音符を自由に置いていけばいいのですが、自分の場合はあらかじめ MIDI でメロディーを作っておいて、それをロードするという方法にしています。まずは普段やっているシンセメロでメロディーを作る、いわゆる作曲の部分ですね、これをやっておきます。この状態ですとこんな感じです。これを書き出すから選択範囲を MIDI ファイルとしてというのを選択して書き出します。で、適当な名前をつけて書き出します。そして先ほどのシンセサイザー V のトラックに読み込みというのを使います。今回は1トラック、メインのボーカルだけなので、トラックの読み込みという方を選びます。そして先ほどの MIDI を選択して、でこっちの方ですね、明らかにノートがたくさんあるので、でこのようなアラートが出るのですが、とりあえず、自動修正という風にしておきましょうか。で、新しいトラックができて、先ほどの MIDI が読み込まれました。ちょっと見やすいようにこちらのトラックは消しておきます。この状態ですと何も歌声ライブラリーがロードされていない状態ですので、今回の解説する90さんのライブラリーをロードします。ではこの状態で再生してみましょう。はい、という感じになっております。で、今回自分が意図しているのは1オクターブ下の音でしたので、このままセレクトオール全てを選択してドラッグして1オクターブ下に下げました。ラーララ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 ラ。はい、こんな感じです。で、この時点で初めてシンセサイザー V を聴く人からするとかなり人形っぽいなと思うかもしれないのですが、デモ音源とかを聴いてた方にとっては、あれ意外とボカロっぽいなとか機械っぽいなって思うかもしれません。ここからちょっと軽くエディットを加えていくことによって、冒頭でお聞かせしたようなより人間っぽいニュアンスを加えることができます。そんなに時間をかけなくてもコツをつかめばお手軽にそれっぽく聞かせることができます。この手法はまずノートを全部選択します。全て選択、コマンド A 選択します。そして自動処理というメニューから選択したノートを分割してメロディを調整というのを選択します。そうするとこのようなパラメータが出るんですが、両方とも最小の 50% ずつにしておきましょう。そして確定を押すと、このようにちょっとノートが分割されました。この状態で再生してみましょう。ララ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 ラ。この後にしゃくりのようなニュアンスが加わりましたね。例えばその後のフレーズもちょっとビフォーアフターを聞いてみましょう。これが元の状態。
ララ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 。そしてこれが先ほどの自動処理を加えた状態。ララ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 。という感じでこのあたりいい感じのニュアンスが加わりました。そしてここはちょっと、自分の意図する感じと違ったのでここのあたりは手動で直していきます。はい、このような感じになりました。ララ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 。でここから声色をいろいろエディットしていくわけですがボーカルスタイルにプリセットというのがありますのでこれをちょっといくつか聞いてみましょう。今までのがデフォルト状態でソリッドを押すとソリッドは 100% の状態ですね。ララ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 。そしてオーバードライブ。ララ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 。そしてミューテッド。ララ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 。はい、これらの値は自分で変更することもできますし複数のパラメータを混在させることもできます。で続きましてはパラメータいろいろありますが個人的にデフォルトの、ライブラリーだったマイではテンションマックスにすると非常に元気があって好みだったのですがこの903のライブラリーでテンションマックスにしたら個人的にはちょっと好みじゃない感じになりました。ちょっと聞いてみましょう。ララ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 。テンションが上がったというか、まあ、喉をキュッと締めたような感じの、サウンドになるのであんまり大幅に上げたりとかしない方が自然なのかなと思いました。意外とテンション下げ目にした方がちょっと渋い声になった感じがありました。ララ下げすぎるとちょっとガラガラになっちゃうのでマイナス 0.2 ぐらい。ララ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 。ちょっとガラガラ感が加わっていい感じになったかなと。で本来ブレスという値でこういうちょっと息が漏れるようなニュアンスを加える感じだったのですがテンション下げた音によってこのガラガラ成分が加わったのでブレスはちょっと下げ目にしてみました。ララ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 。ちょっとガラガラ感が抑えられたかなと思います。そしてこのジェンダーというのが下げれば高めの、まあ、若いというか声になって上げると低めの声になるのですがやはりこれも大幅にいじってしまうとかなり違和感のある声になってしまいます。まあ、こういうボイスチェンジャーみたいな声になってしまうので自分は 0.25 あたりちょっと低めにしたいなと思ったので違和感のない範囲を探ったらだいたい 0.25 ぐらいでした。ララ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 。はい、ちょっと渋めの感じになったかなと思います。でもう少しパワーは欲しかったのですがテンションでパワー稼げなかったのでこのオーバードライブというのを上げてみました。これも100まで上げるとちょっと違和感があるかもしれません。ララ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 。ちょっとロボットっぽい感じになっちゃうんですね。なのでこれを50ぐらいにしました。ララ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 。はい、これが、今回の冒頭でお聞かせした状態のセッティングです。でテンションを下げたことによって音自体がかなり小さくなっちゃったのでこのラウドネスで音量を上げます。そうするとこの波形もちょっと大きくなってくるのでここ見る限りだいぶ余裕があるのでもっともう12ぐらい上げちゃってもいいかもしれないですね。ララ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 。でその他のポイントとしては、まあ、前回もご紹介したのですがノートがこのように切れていると連続的な音になりません。ララ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 。このようなぶつ切りになってしまうので必ずノートは次のノートまでぴったりくっついていると自然になるかなと思います。
ラララララララ。もう一つはビブラートですが、今はデフォルトで音の出始めは伸ばして、その後にビブラートかけるという設定が全てに適用されていますが、これもロングトーンとか場所によって変えていいと思います。こちらのタブを開きまして、ノートをクリックして、このビブラートですね、この開始タイミングでこう波の入るタイミングを変えることができます。このようにグリッドを見ながら何拍目で音を揺らすっていうのを調節するのもいいかもしれません。そして深さ、これはビブラートのピッチの深さですね。これはあまり上げすぎるとやはりビヨンビヨンビヨンという感じになってしまうので注意です。まあ、このあたりのスライダーの幅も非常に現実的な揺れ幅の間で設定されているので、今のように 2.0 マックスにしてもそんなに破綻したような揺れ幅ではないかなと思います。まあ、だいたい1前後ぐらいで十分だと思います。そして他にはこの周波数、ビブラート揺らす周期ですね、これをこのようにグリッド見ながらテンポに合わせてもいいですし、耳で聞きながら好きなところに合わせていくというのでもいいかもしれません。だいたいデフォルト状態で真ん中で問題ないのかなと思います。そして次のポイントは息継ぎですね。息継ぎのノートは歌詞に BR と入れることによって、おそらくブレスの略なのかなと思いますが、息継ぎの音を入れることができます。特に歌い始めなんかはこれを入れてあげると、息をしっかり吸ってから歌が始まるというので、より人間っぽいニュアンスが加わると思います。ララーラ。で、前回もご紹介しましたが、このソフトが優秀なのはこのように隙間が空いてると自動的に息がハーッと漏れるような音が入ってくれるので、全部にこの息継ぎを入れなくても、まあ、割とそれっぽくなるかなと思います。ララララララ。もちろんこの間に BR を入れてもいいと思います。ララ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 。では先ほどの状態から歌詞を入れてハモリなどを加えた状態を聞いてみましょう。 We unite in the darkest kingdom。 で、今回こういったメタル系のジャンルなので歪み系のプラグインとかを入れてます。歪みを加えた後に原音とミックスさせています。そしてこういった合成音声によくあるのですが、サシッセソの音が結構きつく出てしまうことがボカロとかも多いので、ディエッサーを入れています。上の方の帯域だけ抑えてくれるようなプラグインですね。ではこの状態で聞いてみましょう。 We unite in the darkest kingdom。そしてリバーブを加えてこんな感じになりました。 We unite in the darkest kingdom。 はい、そして今はハモリも同じメインと1トラック両方とも出ちゃっているのですが、冒頭でご紹介しましたマルチアウトの仕方を解説します。まずはインストゥルメンツをマルチ出力で選択しておく必要があります。これは後からも変えることができますので、実際にこっちに置き換えてみます。はい、このような形で中のデータ維持されたままマルチトラックのインストとして読み込みされました。そしてこのトラックをこのミキサーウィンドウのところに行って、このプラスマイナスというボタンが増えてますので、このプラスを押していくと新たにトラックが追加されます。この元となるトラックが 1,2 アウトになって 3,4,5,6 とそれ以降こう増えてきます。で、今回は1トラック目、ここは何もないトラックになっているんですが、2トラック3トラックとあるので、これが 1,2,3,4,5,6 というイメージです。そしてこのままですとまだマルチアウトはできないので、この歯車ボタンを押しまして、このオーディオのチャンネル配置というのを統合マスターから統合トラックというものを選びます。ここがちょっと分かりづらいですが、まあ、覚えてしまえば難しいことではないかなと思います。で、この状態で再生してみます。 We unite in the darkest kingdom。はい、このような感じで2トラック目は 3,4 から、3トラック目は 5,6 からという感じで出力されました。
で今、メインのトラックが3,4に出て、ここに何もプラグインが入っていないので音が下がっちゃいましたが、このように手動でコピーしていっても良いですし、このセッティングというところからチャンネルストリップ設定をコピーというのをやると、このようにペーストができるので、チャンネルストリップ設定をペーストしてもいいですし、リバーブとかはセンドのエフェクトはちょっと変えたいという場合はプラグインのみペーストとやると、このインサートだけをペーストすることができます。では最後に今回作ったデモ曲を頭からお聴きください。Unleash the power, let it feed all pain and sorrow. Let it conquer and rule the world. And rise up, break the chain. Struggle within, unbreakable wills. My heart is filled with hate. Just save me from this hell. I can't find my way out. はい、いかがでしたでしょうか。今までの男性ボーカルですと割とハイトーン寄りのボーカルライブラリーが多かったと思うのですが、こういったハードロック、メタルに合う太いサウンドを出してくれるライブラリーでしたね。というわけでこちらの動画がいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録や高評価などをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。